1576年、天正4年、織田信長は、嫡男の信忠に家督を譲り、以後は、信長自ら戦場で指揮を執ることは少なくなり、各方面への攻略は家臣たちに任せました。明智光秀には丹波攻略を、佐久間信盛には石山本願寺の攻略を、柴田勝家には上杉謙信討伐を命じました。また 信長は毛利輝元と以前は友好関係にありましたが1576年2月信長に追放された将軍足利義昭が輝元を頼ってビンゴの共に下校してきました義昭はここに御所を構え全国の大名に御内償を送り信長追悼を呼びかけると毛利輝元石山本願寺上杉謙信 武田勝頼などが呼応しましたこれにより小田氏と毛利氏の友好関係は破綻しました1576年7月に毛利水軍は第一次木津川口の戦いで小田水軍を破り石山本願寺に兵糧や武器などの物資を運び入れることに成功しましたそこで1577年 信長は、橋場秀吉に、毛利照元の勢力圏である山陽道、山陰道の攻略を任せました。針馬平定。1577年10月、秀吉は針馬に出陣しました。針馬では、すでに、別所長春や小寺正元らは、お出しに従っていました。秀吉が針馬に入ると、 赤松家当主の赤松のりや他の諸侯たちも織田方に着きました。しかし、西部の光月城の赤松正則は織田氏に従いませんでした。また、備前の浮田直家は毛利氏についていました。なお、秀吉は小寺正元の家老である黒田官兵衛から姫路城を提供され、ここを中国攻めの拠点としました。 官兵衛はこの頃から秀吉の軍師として活躍していきます秀吉は光月城の攻撃を開始します橋場軍約3万に対し光月城側は浮田勢3,000と赤松勢7,000の兵で迎え撃ちました橋場軍は天子家最高を目指す山中鹿之助らの活躍により 光月城を落城させ、赤松正則を自害させました。そして、秀吉は、天子勝久と山中鹿之助に、光月城の防衛を任せました。これにより、秀吉は、針馬をほぼ平定しました。11月には、秀吉は、弟の橋場秀長に、田島の武田城を攻めさせ、幾野銀山を管轄領とし、 お田しの重要な財源となります。三木合戦1578年2月、突如、別所長春がお田しを離反し、三木城に籠城し、毛利氏に通じました。これに、東有馬の諸侯の大半が同調しました。離反の理由は諸説あります。三木城には約7500人が立てこもり、 毛利水軍が、兵糧や武器などを、瀬戸内海から市場の高砂城や魚住城などを通して、三木城に搬入しました。これに対し、小田方は、三木城への物資搬入を防ぐため、市場を攻略していく作戦をとります。同じ頃、光月城は、毛利軍3万の兵によって包囲されました。秀吉は、 三木城の攻略を一時中断して、光月城の救援に向かいましたが、光月城を助けることが難しく、膠着状態となりました。秀吉は、信長に光月城を助けるよう進言しますが、信長は、三木城の攻略を優先としたため、秀吉は光月城を見捨てざるを得ず、橋場軍は撤退しました。その後、 上は陥落し天子勝久と山中鹿之助は死亡しましたさらに毛利軍は三木城の救援に向かいたいところですが浮田氏が織田方に願える可能性があるためこれ以上東方へ進軍できません5月信長は三木城の市場の攻撃のため嫡男の織田信忠を対象とした2万の軍勢を送りました 信忠軍は、幹城の市場の四方城、換気城、高砂城、上住城を陥落させると、平い山に本陣を置き、幹城への補給路を遮断しました。その後、信忠軍は帰還し、羽柴軍が包囲を続けました。ところが、1578年7月、幹城の戦いに参加していた摂津の荒木村重が、突如、 信長に反旗を翻し、有岡城に立てこもりました。離反の理由は不明です。秀吉は黒田官兵衛を説得に有岡城に派遣しますが、村重は官兵衛を拘束して土郎に監禁してしまいました。三木城方は新たな補給路を確保しましたが、十分な兵糧を運び入れることはできませんでした。そこで、 1579年2月別所軍は物資搬入のため城から撃って出て羽柴本陣を攻撃しましたが撃退されました一方毛利水軍が第二次木津川口の戦いで織田水軍に敗れさらに中川清秀と高山右近が荒木方から織田方に寝返ると1579年9月不利となった荒木村重は 有岡城を抜け出し着南の荒木村次がいる尼崎城へ移りました信長は尼崎城と花熊城を明け渡せば有岡城にいる妻子を助けるとの条件を提示しましたが村重は受け入れなかったため信長は有岡城を攻め陥落させ村重の妻子や一族重臣を処刑しましたなお 兵衛は有岡城から助け出されました。三木城は、補給路が完全に断たれ、毛利氏からの援軍も望めず、孤立無援となりました。城内の食料は底をつき、人々は上に苦しみ、多くの死者が出ました。三木の日殺しです。そして、1580年1月、ついに、 別所長春は城兵を助ける条件で降伏妻子とともに自害しました去年23歳でした鳥取城を攻略三木合戦の最中でも織田氏は勢力圏を広げていきました1579年5月浮田直家は美作を平定し備前と二か国を支配下に置きました その沖田氏は、6月頃には毛利氏を離反し、小田方に服属しました。同年8月には、明智光秀が、丹波と丹後を平定。9月には、東宝紀の南城氏も毛利氏を離反し、小田氏に服属しました。1580年1月、秀吉は、針馬を再び平定すると、4月には、 田島の攻略を開始します。田島の黒人たちは次々と毛利方から小田方に寝返り秀吉は5月中には田島一国を勢力下に収めました次に稲葉の鳥取城攻めに取り掛かります5月に鳥取城を包囲すると9月には城主の山名豊国が降伏し お出しに従いました。ところが、秀吉が起陣すると、お出しに就くことに反対していた山名豊国の重臣たちは、豊国を鳥取城から追放し、1581年3月に、毛利氏の重臣である吉川常家を城主として迎え入れました。秀吉は、再び鳥取城の攻略に取り掛かります。鳥取城は、 堅固な山城であるため、兵糧攻めをすることとし、城を包囲しました。秀吉は、米を高値で買い占めさせ、一方で、1400の兵がこもる鳥取城に、付近の農民ら2000人以上を追いやり、城内の兵糧を早く消費させる作戦をとりました。この時、城には、20日分の兵糧しか用意されておらず、瞬く間に兵糧はつき、 4か月たつと餓死者が続出しました人肉を食らう者まで現れたといいます鳥取の勝恵殺しと呼ばれています同年10月吉川常家は自害と引き換えに上平を助けることを条件に開城しました稲葉も織田氏の勢力下となりました同年11月には 秀吉は淡路に進攻しました。淡路は毛利方の最前線でしたが、石山本願寺が小田氏に事実上敗北したことにより、橋場軍の上陸を阻む兵力は残っておらず、淡路は小田氏の支配下となりました。これにより、長我壁氏と敵対していた三好氏も小田氏に着きました。秀吉は、 わずか4年余りで播磨と田島稲葉淡路を平定さらに浮田直家東方樹の南城氏阿波讃貫の三好氏を織田氏の味方に引き入れましたこれから秀吉は備中高松城の攻略を進めていきますご視聴ありがとうございました チャンネル登録もよろしくお願いします。